チャルル,ル・エティエンヌ・ニュイッテルは、フランスの台本作家、翻訳家である。ニュイッテルは、バレエ、コッペリアやオペラ、オペレッタ等の台本を創作したことや、ワーグナーなどのオペラ台本をフランス語に翻訳したことで名を残している。ニュイッテルは、パリで生まれ、1849年から法律を学んだ。彼は、頻繁に劇場に通い、1850年代には、 台本の執筆を始めている。執筆のメインは、ボードビルの台本だったが、後には、オペラ、オペレッタ、バレエも手掛けた。ニュイテルは、500本前後の劇場作品を執筆、もしくは共同執筆したと考えられている。その作品の中には、ジャック・オフェンバック作曲のオペレッタや、レオドリーブ作曲のバレエ、コッペリアなどのほかエルネスト・ギュロー、エドアル・ラロ、 アレクサンドル・シャルル・ルコックなどのものがあり、100本ほどが上演されている。ニュイッテルは、リヒャルト・ワーグナーやジュゼッペ・ベルディのオペラ台本をフランス語へと訳す作業に助力した。ワーグナーとベルディは、ニュイッテルが翻訳した台本の質の高さに敬意を表したという。台本作家のほか、パリオペラ座のアーキビストとしても活躍したニュイッテルは、1899年に、 脳梗塞を起こして、数日間苦しんだ後に死去した。本名は、トリューネットといい、ニューターはそのアナグラムである。グレッセル、V. チャールズ・ニューター、デセナ・パリジーンズ・アラ・ビブリオテック・デロペラ、ウェブサイト・ブ・インジブス、アクセスト28億トーバー2008。ありがとうございます。